です。めっちゃ人参持ってます。昨日はちょっと動画更新できなくてすいません。ちょっと携帯を取り上げられていました。はい、まあ今回はまずちょっといろいろなことを話しながらやっていきます。マインクラフトを人参畑を作りました。はい、そしてはい、装備をゾンビからが落としたやつに、で幸運鶴橋でダイヤを12個ゲットさせていただきました。はい、ダイヤモンドは大切なモンド。はい、そしてラピスをブロックにして、でチェストを作りまして、もう一個作って、そしてこのエンチャントベアの ここに置きます。ここにでこういう感じにします。ちょっとステンチしまーす。ステンチュー、はい、で、これで剣がシャベルは、いいのがありません。耐久力石のツルハシがいい種で、と謎なんですが石がなんか全員いなくなりました。草も引き詰めてあげたのに。今度また捕獲時一緒に来てもらいましょう。あと次のアップデートの内容が決まりましたね。レッドストーン回路かなり重くなると思います。でもその際にはいろいろなトラップとかも作りたいですからね。はい、その際はまたよろしくお願いします。あとはネザー要塞を発見いたしました。はい、あとマイクラ動画の更新が長らく遅れてしまいました。すいません。パズドラとかモンストの方ではパートは書いていませんが、こちらではマインクラフトの方ではパートを書いていきます。よろしくお願いします。さあ、ちょっと雲がいっぱい湧いてる。気になる。倒す。これこういう感じでね、夜の戦闘とか生き残りの雲とかを倒して経験値をいつも得ています。はい、あとブレイズトラップも見つけたので、今度そちらの方も動画撮っていきたいと思います。という感じで今回はちょっと短い動画になりました。すいません。それでは、最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは、またお会いしましょう。さようなら。